ジャン君、ジャン君おはよう。パンちゃんもおはよう。朝から遊んでみよう。そういえば、もらった猫ちゃんはどこやったの、ジャン君。ジャン君、ジャン君遊ぼう。トイレ遊んだ。トイレに入れた。トイレに入れたのじゃん。はい。えいじゃん。はい。はい、来たよ。うるさいって。うるさい？うるさいって。うるさい。じゃここに乗せるぜ。うん。はいじゃん。パリかい。パンちゃん、おはよう。パンちゃん。あ、パンちゃん。はい。あ、パンちゃんは頭に乗せられないのかい？パンちゃん。あ、パンちゃん。にゃーにゃー。パンちゃん。はい。はい。はい。パン。パンちゃん。マオイママの背中に乗っているポンちゃん。ポンちゃん。結構ね、重いんだよ、ポンちゃん。毛布かぶってない時も乗るんですね。ポンちゃん。節分、節分、節分。節分の歌ってあるんだっけ？節分の、節分の豆まきや、恵方巻きの代わりにこれ、お稲荷さん到着です。なんか送りましたっていうのを聞いて、うん、へーと思っていたんですが、あ、違うか、こう長細いのかと思ったら全部重なってるんだったね。はい、お稲荷さんいただきます。恵方巻きじゃなくてお稲荷さんっていう説もあるらしいのです。なるほど、うん、じゃあ今年の節分は、うん、お稲荷祝い、何と言えばいいの、お稲荷さんを投げるではないよね。お稲荷さんを食べます。どうもありがとう、いただきました。はいはい、これをね、豆も用意しています。お豆、お豆か、お豆さんも今日でも出かけちゃうから明日でも投げようか。投げるって言ってます、マークの。あとでちょっと投げて、で、あとは飾っとけばいいかな。はい、どうもありがとうございます。いただきます。ついてるよ、ちゃんくん。ついてるよ、ついてるよ、ふいちゃん。はい、ジャン君、さっきみたいに投げないな。はい、やだよ。ジャン君、私のあの腕のやつ。よ、うん。
もう一個あげよう。ほんちゃんにも、はい。ほんちゃんはあんまりそれでは遊ばないんだよ。ほんちゃんじゃこれかな。もう深夜なのに遊んでいます。いいよね、そしてニャンコは夜中に遊ぶもんだよね。クロケンパパはなんだか知らないけど朝起きた時に手首が痛くて、それがもう2日ぐらい痛いです。え、昨日、今日からだよ、痛いの。今日だっけ、今日痛いって言ってた、うん、そう、あのね、昨日だったか今日、今朝だったかに、昨日だったかな、うん、あの腕をこう、ね、変な風にして寝てて、痛い痛いとかって言って痛い痛いとかって言いながら、それでもまたやったりしてたので、それのせいだと思います。年を取るとこんなことが起きるんだねっていう話でした。はい、ジャン君、ポンちゃん、遊び終了。